この練習メニューは外野手の一歩目の反応、スタートでの反応を覚えていくための練習メニューとなります。練習方法としましては、投げ手に2球ボールを持ってもらい、手を交差するようにトスを上げてもらいます。そのボールに対して素早く反応していく、反応してキャッチしていく、横への一歩目のスタートを覚えていくための練習となります。注意ポイントとしましては、止まった状態でスタートするのではなく、少し体を動かしながら、そして投げる瞬間にタイミングを合わせて軽くジャンプしてスタートを切るようにしていきましょう。それでは実際にやってみます。ベースボール1